どうも。今日のテロップはなんかよくわかんないので、ちょっと別にわざわざ書かなくてもいい、毎回そうだろうっていう、いろいろ雑談配信という名前にしました。ずっといつもそうですけどね。はい、どうも。いや、そう、まあね、トピックはいっぱいありますよね。まあなんといってもああ、そっち先に触れましょう。そうですよ、来週に、なんと、待ちわびた方は待ちわびた待ちわびた方は待ちわびていた、はい、そうです、生誕祭が行われるそうでございます。待ちわびてた方は、はい、よろしくお願いします。土曜日の夜だったかなと思います。はい土曜日の夜でございます。なんか開演時間が夕方でした。16時とか17時とか、なんかそんぐらい早かったです。でも夜なんですけど、はい、なので4時半だって、夕方の。ちょっと夜とも言いづらい、お昼、いや夕方夕方ですね。なので、はい、ぜひお待ちしています。なんかでも最初に生誕を決めた日、なんか生誕早くやりたいなと思ってたんですけど、生誕どうですかってなった時に、前日がそう日の卒婚の日だってことを私はすごく忘れてて、その日の卒婚は1月の末だったっていうのはすごい頭に入れてたんですけど、日付まで、ずっと常日頃頭に控えてなくてそれでね、発表されてから、待ってこれ次の日じゃないと思ってそう、日付を把握できてなくて、1月はもっと長いと思ってて、もっと先だと思ってたら重なってっちゃってて、すごく自分的にも体力がすごい心配です自分で言っちゃうと。結構2日連続のメンバーも多くて、あ、申し訳ないと思って、ちょっと申し訳ないんですけども、そうなんですよねそうなんですよね、まあ心構えはできるので、まあこうやって、はい、体力っていうか、そう、体力ですようん、そうなんです。3日間、うん、なのか、そう、まあでもそう、日の卒婚はね、もう最後のリハーサルっていうか、その最後の投資っていうか、最後じゃないね、来週も投資あるけど、投資やって2日間ぐらいはやっぱり筋肉がおつなるって感じでしたまあそらそうだよねっていう感じなんだけども、まあ楽しんでいきたいと思います。はい、ダンシング、そうそうそう、楽しみですねってことで、そう、それがあるんで、待ってた方はよかったねっていうなんかやっぱりこうね、待ってくださってた方も多分いらっしゃると思うので、発表できてよかったなって思います。ご飯は食べましたよ、今日のご飯。今日の食べ物情報何も載せてないけど、あ、いや、リバースには載せたけど、今日はお昼にちくわの磯辺揚げが、はい、なんとケータリングで並んでいまして、はい、磯辺揚げられた、ちくわを食べて、あとはご飯にとろろをかけて、食べました。美味しかったですあとは夜は普通にハヤシライス、うん、
をいただきました。とっても美味しかったです。これもケータリングの、はい、食べ物です。今日はそんな感じです。以上です。報告会、はい、こんな感じ。うん、とろろ美味しいよね。美味しいよね。うん、美味しい。なんだろう、もともとそうとろろはそんなだったけど、ほんとここ数日、ここ数日、今年に入ってかなってぐらい、あのとろろが急上昇しておりまして、自分の中で。だからとろろを食べて、はい、美味しくいただいて幸せになっています。はい、そんな感じです。とろろも好きな食べ物になりました。まさかの、うん、今まではあんまり食べない感じだったんですけど、食べたら美味しくて、気づいたら好きでした。はい、急に上がってきた。確かに私が今、確かにね、好きな食べ物ね、牛タンも好きなんですよ。好きです。かき氷もすごい好きです。かき氷と牛タンととろろとうどんと、うどん、わかめうどんとか、その感じですかね。その感そのラインが多分私の上位ですね。全然ね、ないですね、統一感が。あ、ずんだも好き。ずんだも好き。ずんだは巡り合えば最高なんだけどね、やっぱね、夏の方が多いですね、ずんだものは。ずんだものずんだものって何？ずんだの人みたいな。ずんだもん、磯辺揚げアットマークとろろ。え、磯辺揚げととろろからお城が建てられたんだけど、感謝されてるみたい。お友達ありがとう。嬉しい。磯辺揚げちゃんととろろくん、ありがとう。ベスト5、ベスト5だね。確かにそうなんかな。私が結構言ってるのそのラインですよね。でも実際自分でも、だから食べ物のランキングつけるのすごい苦手で、変わるから、すごく自分が。だからあんまり本当その時好きなものを言うようにしてるんですけど、だから私よりもみんなの方が知ってる気がするんだわ。よく最近これ食べてるなっていうものが多分私の今の好きな食べ物だから、だからちくわもそうだけど、とろろもそうだし、かき氷もそうだし、そういうことなんじゃないかな。だからランキングというかね、そういうことよ。もうよく変わるからね。そうで、好きになったら、まあ確かにかなりブームになってしまうから。人参しりしり聞かなくなった。キャーキャー、作って食べてた、作って食べてましたね。あー、あとはいぶりがっことかね。はず、いぶりがっこさんどこ行ったのかしら。好きですけどね、好きなんですけどね。あとはね、うん、昔で言うとね、ポップコーンとかね。ポップコーンも好きなんですけどね、まあちょっと最近出会ってないですね。あとはね、たこ焼きは作って食べるぐらい、まだ全然なんか、そうね、なんだろう、結構うちの実家でもよくたこ焼きは作ってたから、たこ焼きはなんか定期で作ってしまう、作って食べますね。好きです。あとはなんだろう、私が好きだった、過去好きだった食べ物。あ、コーヒーはね、報告してないけど飲んでるんですよね。前はストーリー更新してたんですけど、最近は更新してないです。もういっかーと思って、載せ忘れた日からもういっかーが発動してしまっております。はい、そういうとこです。はい、あ、トロタク、トロタクはね、確かにトロタク元気か。トロタク
ね確かによく頼んで食べてたんですけど、最近トロタク食べてないかもしれない。うん。お寿司で最近食べるのはあのアナゴが食べれるようになって、アナゴを締めに食べたりします。そう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 、アナゴがいけるようになりました。なんかそれも多分あんま食べてこなかったんですけど、はい、でもやっぱマグロとかが好きなんですけど、なんか最後にアナゴ食べてみてます。なんかわかんないんですけど苦手っていうかあんまり食べれなくて、っていうのもあれ、うなぎもそんなに得意じゃないんです実は。うん、そう、なんだろうな、うん、食べれるようになりましたね。はい、アナゴさん、うん、お寿司の部はねそんなもんかしらね。うん、あ、貝は未だに好きですよ。粒貝、赤貝、その辺はあの抑えますね、とりあえず結構多分歯応えがあるのが好きなのかなと思って、牛タンとかもそうだけど結構歯応えがある食べ物が好きなのかなっていう見解です、自分的に。うん、なのかな。とろろないっすねあのなんだろうな、まあ物によりますよね。歯ごたえ、待って、かき氷も歯ごたえないないけど、ないね。いぶりがっこはあるよね。あんまりちょっとすいません、やっぱ食感は関係ないみたいです。はい、何にでハマるかは分かりません、私にも分かりません。ずんだもあるかないかって言われたら歯ごたえはないですね、だから分かりません。 何で好きなのか私も分かんない。あ、でも砂肝とか好きだしね。うん、いやだからないのよ、もう関係なくなったの、もう今関係なくなったから、もうこの食感の話は終わりよ、終わり食感の話じゃない。うん、ただ本当にあの食べ物の変わる、こう変わっちゃうよねっていう、好きな食べ物の、うん、変わるんですようん今年何回かき氷食べた？3日連続行ったんですよね、つい先日姉ちゃんと、それと多分1回別に行ったので4回かな、まだ全然4回しか行けてないので、行ける限り行きたいなと思うんですけど、あのでもね、やっぱ寒さに負けてやっぱやめようかなって、ちょっとたまにこの時期になってからはあのちょっと自制してますね、さすがにやめとこう自分って、ちゃんとあの自分をあの抑えてます、さすがに。お腹を壊すことはないんですけど、うん、美味しいんですよね、とりあえず。やっぱ一口目がすごい好きで、かき氷のかき氷を食べたことがある方というか、うん食べたことがある方は分かるかもなんですけどね、あのめちゃくちゃね、めちゃくちゃ一口目が美味しいんですよ、びっくりするくらいに。うん、でもほっと美味しいからね、あれなんだろうね、ほんと一口目で飽きてよかったなってちゃんと思うんですよねビールと同じって人が言ったそういうこと、皆さんの好みの、あのその一口目と一緒です、ああよかったみたいな感じになる感じ、うん、ですかね。うん、頭痛くならない、そうならない系なの、ちゃんと、そう、それもあり大丈夫な、確かに一口目って幸せだよね、わかる。最後の方はそうちょっと震えながらダウンなんか着ちゃったりしてね食べたりするんですけどそう一
人によるよね人によるよねうん、1日に2個とか食べるの、あーでも2個食べる日はなくなりましたね。うん、さすがに12月に食べて2個食べた日ありましたけど、ちょっと抑えすぎて、抑えすぎたのと、あと行けないっていうので、次いつ来れるかわからないっていう気持ちにもなってしまって、そう12月の後半に2個食べた時はありましたけど、そう、冬もかき氷やってるんですねっていうのは、そうやってるんですよ、やってるんですね。でもやっぱ夏だけしか空いてないお店もあったりとか、でもやっぱり年中開けてますっていうところがあったり、かき氷の深いなと思うところはやっぱりその時にしか出会えない味があるっていうところですかね。やっぱりそのもちろんね、ネギシとかそういう専門店みたいなところはね、その年中同じメニューがもう決まって、もう間違いないメニューがずっとあるんですけど、かき氷屋さんって意外とこの旬物を扱ってらして、氷の中にこういろんな果物、その旬でしか取れない季節の旬のフルーツだったりとか、そういう旬のものをこう取り入れてて、だからもうまた会えるかわからないんですよ、その氷には。もうもう会えないかもしれないの。だってもしかしたら来年1年後しか会えないかもしれないんですよ。そんなの悲しいじゃないですか。だから通うんです。今しか食べれないのか、これ食べるの1年後か、逃したらってなっちゃうから、それは良くない、食べようってなるじゃないですか。そういうことです。それでやっぱりこの誰にも通じて、誰かに通じてるかな、一人ぐらい通じてるといいな。うん、そうなの。まあね、私ずんだのかき氷がすごく好きなんですけど、まあずんだのかき氷をその黒木さんっていう上野にあるかき氷屋さんがあるんですけど、そこの枝豆ミルクっていうもうかき氷がめちゃくちゃ美味しくて、多分3回か4回ぐらい食べに行ったんですけど、そうです、あのお店でそんな食べたんですけど、本当に美味しいんですよ。でこれが美味しすぎて、でも1ヶ月しかやってないんですよ、期間が。もう多分7月だけだったんですよ、夏。7月中旬からもしかしたら8月の途中までだったかな、まあ2ヶ月ぐらいはやってたのかな。でも期間限定だったんですよ。なかなか、なんだろう、食べたすぎて、そうもうハマるんですよ。もう美味しいってなってからはもう早かったですね。はい、最長4時間待ちました。発見してお散歩できるタイプなので大丈夫なんですけど、4時間待って食べるくらい美味しいってなっちゃう。でもそれっきり食べてないんですよ。ってことはもしかしたら今年の夏またまた会えるかもしれないし、もしかしたら会えないかもしれない。全てお店にかかってますけど、できれば今年もやってほしいなという気持ちも、期待を持ちつつ、待つことしか私にはできないので待つんですけども、まあ会ったらいいなってことで、会ったら行きます。はい、空行きます。まだ先ですね。そうですね、夏まで遠いですね。どうしよっかねこれと思うんですけど、そうなんですよ。実際ね、私もね、ごめんなさい、でもこんなにかき氷が好きって言ってるんですけど、確かに夏まで私がかき氷が好きなのかって言われたらわからない。これはわからないですね。それはね、いや好きですってここは言いたいところなんですけど、もう食べ物に関してはね、私も自分のこと読めないんですよね。そうなんですよ。もしかしたら、ね、春ぐらいでなんか急にやめるかもしれません。そうです、わかりません。私も自分がわかりません本当に悔しいです。逆にね、いや
そうだよね、好きでいてほしいなっていう気持ちは今持ってますよ、もう逆にね、うん、なぜかもう自分自身に対して自分も思ってる、いや好きになっとけよ、なっとけよ、ずっとな、好きでいろよっていうこんだけかき氷食べてきたんだからとは思うんですけど、わかんないんですよ。だって1年前は私とろろ食べるなんて思ってなかったですもん。ってことはね、わかんないんですよやっぱし。うん、食べ物はしょうがない、しょうがないです。やっぱね、毎日食べるんですから人は、何かをそれは、いっぱい食べちゃう、食べるじゃないですか、まあ、毎日食べるじゃないですか、何かしら。もしかしたら食べない方もいるかもしれない、2日に1遍しかご飯しませんって人もいるかも。私は毎日ご飯を何かしら食べるんですけど、うん、まあ、そうやって生きていく中で毎日、まあ、例えば私は割と食わず嫌いの人生を送ってきたなっていう自覚はあるんですけど、食わず嫌いじゃない人生をここから歩むとしたら、まだあと300種類ぐらいの毎日違う、こうで食べたことないもの食べてたら、出会いはたくさんこれから控えてるんですよ。そう思ったらですね、まあずっとかき氷が好きですなんてこう簡単に言っちゃいけないような気がしちゃって、もしかしたら1週間後にそんなぐらいハマる食べ物に私は出会うかもしれないと思って、先のことはあんまりこうはっきりと言えないですね。やっぱり食べ物に関してはもちろん一度好きになったらずっと好きなんですけれども、ずっとこの感じでかき氷を求めて生きるかと言われたら、半年後の自分のことは知りません、そんなの知りませんっていう状況になります。なんかタワー来てますねありがとうございます誰だ、ケンケン頭くおずなる、かき氷は行きたいけど頭キーンが怖い。あのね、頭キーンってならないんですよ。でも頭キーンってならないの、岩のかき氷は。なんで私もわからない、わからないけど、天然氷ってやつは頭キーンってならないんだよって誰かが言ってた気がする。そういうことなのかも。本当に美味しい、屋台系は確かにキーン系だなと私は思うんですけど、お店かき氷専門店のかき氷はそんなことないですよ本当に。うん、そうで、最近この時期だとかき氷屋さんもご飯も一緒に置いてたりするんですよ。そう、この間行った氷蓮っていう池袋の方にあるかき氷屋さんはチャーハンとあとあれチキンライスが置いてあって、ミニサイズにもある、かき氷とミニチャーハン、ミニチキンライスみたいな感じで、そういうあるんですよ、ご飯もね。だからご飯を食べて、この間はみんなでミニチキンライスを食べてかき氷を食べたんですけど、最高です。でも逆もいいかもねと思ったんですよね。やっぱ先にかき氷を食べて最後あったかいもので締めるのもあれですし、めちゃめちゃね、そうなんか進化してます冬のかき氷は。だから今行くのもいいかもね。でもかき氷はね、そう本当に旬なんで、自分が好きなフルーツあるとするじゃないですか、そのフルーツの好きなじゃない旬はいつですかっていう話なんですよ。だから自分が好きなフルーツが例えば、まあ、イチゴだったら、まあ、今行くべきですね。結構今はですね、イチゴのかき氷が出始めている。もう少し経つと多分もうちょっとイチゴが出てくるんじゃないかなって見込んでるんですけども、最近は何が多いかな。ちょっと前まではね、結構私は牡蠣が好きなんです。牡蠣あ、やばい、わかんない、果物のやつです、そうが好きなんで、結構その氷を食べてたんですけど、あんぽ牡蠣っていう牡蠣そう、それがね、それがもうとっても美味しくて最高なんですよ。あとオレンジも最近結構ありますね。オレンジ系の、うん、オレンジチーズとかオレンジレアチーズとか、すごい美味しいかき氷多いですね。うん、そうですね、旬物でいくとそのあたりでしょうかね。あとやっぱお店によってっていうところではありますね。うん、あ、お芋も多いですねやっぱり。まだ、うん、
芋、かぼちゃやってるとこも結構多いです。芋とかぼちゃもやばいんですよ。これがまた濃厚さが店によって違いますし、柔らかめだの固めだのいろいろ世界があるんですよ。びっくり。うん、すごいんですよ。ぜひおすすめです。かき氷だけで終わりますかこれ今日ってぐらい、かき氷の話ばっかしてる。ちょっと一瞬抜けますのでちょっと止めさせていただきます。ポン。失礼いたしました。ちゃんと止められましたね。はい、伝わったならいいなとは思うんですけど、はい、まあいいことですよね、こういうハマるものが生まれるっていうのは。まあその一つでもあるワンピースの、あのスタンプ、あのストアスタンプコレクションも、無事に今月中にあの全店舗制覇すると記念メダルがもらえるんですけれども、まあ記念メダルとほぼ同等の、私はワンピースストア、麦わらストア、ジャンプショップ、全ての店舗に行ったことがあるぞという称号を手に入れたような気持ちで、すごく嬉しいです。ありがとうございます。メダルすごいよね。すごいんですけどね、まだあのなんていうんですかね、受注なので届かないんですけど、すぐには受け取ることはできないんですけど、なんかその受注っていう言葉もいいっすよね。まあ、その受注誰しもが受け付けるわけではないですよ。もう受け付けられる人間は限られてる。その受注ってすごく良くないですか？良すぎ。そう、良いっすよね。これめちゃくちゃすごいなと思って、この受注をする資格を手に入れたわけですよ。これはすごい。これはとても幸せです。はい。なのでもうすごく大満足なんですけど、はい、幸せですね。うん。ワンピース飽きないの、なんかね、スタンプ押せば押すほど好きになってった感じで、なんか怖いです。私も好きだなって思いますし、毎日アニメも未だに見てるんですけど、今は魚人島に来てですね、はい、魚人島で今やってます。白星とサンジ君が初めて会って、サンジ君が石化してしまうっていうシーンに私は来ています。はい、いや1週目の時本当に私サンジ君に対してごめんけどちょっと本当にさすがにやめようって、なんかマジレス送りたくなるくらいちょっとあの鼻血をいっぱい出しちゃうんですけど、鼻血を出してしまうシーンに対してすっごいサンジ君に対してあんまりいい感情で見ることができなかったんですよ。やめなよって、もうチョッパー困ってんじゃんって、なんかダメだよって、さすがにって、ちょっとなんかなんだろうな、サンジに対してちょっと厳しい目で見てしまっていたんですけど、2週目で見てるともうなんかそうだよねって、なんかシンプルにそうだよねって、そうだよね、もしかしたらオールブルーここなのかもねって思ってしまうくらい、この魚人島についたそのサンジに対してすごいこっちもなんか嬉しい気持ちになっちゃってそういうなんかあの見方が変わるんですよ、2週見てると。あとはまあ今本誌もやってるんですけど、本誌とのあなんだろうな、おさらいみたいな感じにも見れたりもしますし、こうすごくね、うん、あのなんだろう、2週目ってやっぱり全然違う見え方なんだなっていうくらい、うん、違う見え方してますね。うん、いやね、いろんな、私自分が成長した私が大人になった、あそういうあれもあったかもしれないんですけど、もしかしたら、うん、そうそうそう、でもね、すっごいなんだろうね、全然違いますね。はい、違いますよやっぱり
してるって、うんそうそうそう、全キャラにそうだよねってなんか勝手に思ってしまっています。はい、そう、あとそう、ジンベイがかっこよすぎて、あのワンピース像熊本にあの今麦わらの一味10人立ってるんですよ、銅像が。一番、いやすごいかっこよかったんです、ジンベイが。マジで一番かっこよかったかもってぐらい、うん、絶対あの大きさにも惚れ惚れしましたし、その立ってる場所もすごいんですよ、そのしっかり海をバックにジンベイが立ってて、だから結構ジンベイを見に行ってほしいなって私は思いますね、うん、もちろんいろんなキャラ全部キャラ見てほしいけど、まあ、もちろんルフィとか、あとはねゾロとかももちろんかっこいいんですよ当たり前に。でもジンベイには驚いた、ほんと多分実寸なんだよねあれ、サイズ感がそう、とってもねとってもいいんですよこれ、またジンベイがぜひ見ていただきたい。だから私は結構真夜中に、真夜中じゃない真夜中ではないけど夜に見に行ったんですよジンベイのことを。でも全然印象変わると思うんです、昼に行った方がいいと思う、ジンベイは日が出てるうちに行った方が絶対いいです、うん。めちゃくちゃめちゃくちゃ綺麗だと思う、絶対行きたいですもん。夜に行ったらちょっと怖かったけどそれでもかっこよかったんですよ、もうフラッシュ焚いて撮影したんですけど、熊本の宇土市っていう、もう天草に行く手前のとこにあるんですけど、すごくちょっと遠めなんで、うん、遠めなんで車で行くことを勧めてはいるんですけれども、ぜひ行っていただきたいですね。熊本を旅行しながら巡れば2日間くらいあれば結構こう行けます結構楽しみながら銅像も見れる気がする。1日であの銅像全部回ったんですけど、やっぱ夜までかかりますし、時間帯で結構やっぱ日が落ちてから見たのが2体くらいいたんですよね。ブルックとそれこそジンベイだったかな、日が落ちてた、それ以外はギリ日落ちてなかったけど、なのでまあ2日に分けて5人ずつに会う方がいいのではないかなと思います。やっぱ遠いんですよね、一番遠い阿蘇にいるロビンとか、あとはあのフランキーとかもそうですね、ちょっと遠いんですよね。そこからそのジンベイがいるとこまでがすごい遠いんです実は。意外とそう、熊本は大きいですからね。九州のおへそ熊本、おへその上でちらっと新幹線だっけ熊本の歌熊本の歌、モンモンモン熊本、熊本サプライズ、熊本が大好きでよかったっていう歌があるんですけど、この歌を聴きながら、あの小学校の頃はあの外を走るという、朝の時間に外を走る、この曲をずっと聴きながらっていう時間がありました。おもろいですね、熊本の小学生がマンマンマンに合わせて走ってる、朝から明るい、想像だけで明るいそんな幼少期でした。はいこの曲、そうこの曲で、くまモンはうちの県の誇りなんだっていうことを確かに、なんだろう、しっかりこう身につけられたというか、しつけられたかのような、まあ、もちろん好きなんですけども、まあ、どこそこで熊本サプライズが流れてるっていうのはありましたね。はい、それで私は確かに刷り込まれてる可能性はある熊本ってその前からいたのって、あ、私でもちょうどそんぐらいかも、その小学生ぐらいの頃に多分生まれてる気がする、小6とか多分、あれ違ったかな
中学生の頃かな。でもとりあえずね、子供の頃にずっと聞いてました、どこそこで。うん。はい、くぼもんの歌ぜひ聞いてみてください、可愛いですよ。はい、めちゃめちゃなんでここに今いるのかよくわからないところまで会話が続いてはいるんですけれども、九州新幹線と同じってことは、九州新幹線は2011とかだったかな、12か11かだったんで、そうですね、そのくらいだよねきっと。うん、ねえ、2010年にくもんって生まれてるの？そうなの？そっか、その頃ですね、加入前。うん、ねえ、そういうことです。熊本駅もすごい変わったなと思って。そうね、もちろん麦わらストア、そのスタンプラリーの一つ熊本にもあるんですけど、それも駅前にある商業施設だったりするんですよね。だからすごい、ね、あんなのなかったんですよ、駅ビルとか。駅ビル生まれて、アミプラザ、そうそう。すごくね、変わりましたね。うん、熊本城行きたい、私も行きたくなってきたよ。うん、熊本ね、割とトンボ帰りに等しいくらいの最近ね、長期で秋に帰りましたけどね、ちょっと長く。うん、まあ帰りたいですけど、まあ時間できたらかなって思ってます。はい、ホームシックになったりしますか？最初の頃しかならなかったですね。加入してすぐはすごいお家が恋しかったですね。初期だけでした、割と。うん、ひたすらに帰りたかった時もありましたよ。ホテルだったんで、ちょっと一時は数年。うん、1ヶ月とかいるとね、やっぱりさすがにお家が恋しくなります。うん、初期は。そうそうそうね、あるよね。私は、いや、だからみんな、でもね、そう、すごい良かったのは、すごい、メンバーが結構こう一緒に相部屋になる時とかも多くて、一番最初の頃は特にそうですね。そうだから、私はぎょうちゃんと一緒になることが多くて、1年経った頃、2015年活動して1年ちょっと経った頃、ぎょうちゃんと1ヶ月ぐらい、8月の間ずっと一緒の時間を過ごしてて、そこからぎょうちゃんと仲良くなった気がする。うん、ずっとハグしてました、ぎょうちゃんと。ぎょうちゃんって言いながら、なんか謎にハグしてました。やば。うん、楽しかった。え、最初の頃なんて言うの、ギョーテンちゃんって呼んでたのかな、なんて呼んでたんだろう、ユリナちゃんとか呼んでたのかな、すっごく記憶がないですね。でもいつからかギョーちゃんになったんだよね。でもユリナって呼ばれる方が嬉しいのかな。今更すぎて。ちょっと今更すぎてっていう意味では、そうなんですよ、ミユのこともそうなんですけども、そうなんですよね。どうなんでしょうね。びっくりさんって呼んでた。確かに、待って、びっくりさんの時期あったよね。私びっくりさんの時期あった。
でもびっくりさんより前がある、絶対に最初からびっくりさんではなかったのよ。きょうちゃん呼びって意外と最近説あるのかもしれない。意外とここ数 1,2 年とか意外と、うん、どうなんだろうか。うん、ぎょうちゃん、ぎょうてんちゃんって呼んでたかな。うん、私は、あ、私はでもやっぱなるちゃんとなるとかですね、多いのは自分自身はね。うん、どうなんて、うん、びっくり、びっくりさんね、確かにねえ、呼び方ってね。でも大抵ね、あの周りの影響を私は受けるタイプなので、めちゃめちゃ周りの影響って感じ。みんなが呼んでる呼び方を私も呼んじゃう、それで。うん、そうです。だからあんまりだな。うん、呼び方変わったりする時もある、確かに。うん、ねえなるみはね、あんまりなるみって呼ばないでって最初言ってたもんやっぱなるちゃんに慣れてるから、なるちゃんの方がいいなって言ってた。最近はそんなのあんまりなくなったんですけどそう、 K で呼ばれるようになってからはなんか、あ、なるみも自分なんだなと思ってなるみって言われて自分っていう自覚がこう、なんだろう、私はなるですっていう感じで生きてたので。そうです、だからなるみって呼ばれることに慣れたのは、もう確かにチーム K だからかもしれない。うんなるみって呼んでもいい、いいよ、いいけど、みんなも今さら呼べないでしょ、うまく呼べないでしょってなんそれなんそれすぎるけど、今さら呼べる、逆に。そうなの、意外とやっぱね、なるとかなるちゃんとかのが呼びやすいと思う。うん、どっちでもいいです、だから呼びやすいように呼んでくださいって思ってます。うん、ひななはなるみ呼び、確かに。そうだから、ほら、やっぱ K のみんなK 出身の方はね、はい、そうですよ。うん、お好きにどうぞ、なんでもどうぞ。後輩は確かになるさんが多いんですよ、だからね。なるみさんって呼ぶ人いないですもんね。うん、なるさんって呼ばれてますね。はい、どうぞ呼びやすいように田口はなんで田口呼びなんて、ああ、確かにね、田口ってみんな言ってない、言ってないっけたまに起こる異常現象ですね。じゃあこれはたまに起こる異常現象が、その基本的には周りが呼んでるように呼ぶんですけど、あんまりいないですか。でも田口って田口感すごくないですか。真ん中感よりも田口感の方があるんですけど、自分的にはしっくりきてる。はい、なので田口ですあんまり、そうっすね、田口感あるよね。それです、それです、その感じで説明になってない本当にそれなねえねえ、そろそろいいかな、もういっぱい喋ったしね。これも雑談の一つです。雑談なのか分からない。これはことをなすんですけど、カードを開けたいなと思って、まあいっぱい喋ったしね、そろそろかなって
どっち開けようかなと思ったんですけど、やっぱり最新を早く開けたい気持ちもあるけど、先に今までによく出会っていたであろうこのロマンスドーンの方を見ようかな。この2つで一旦私が持っているカードボックスは終わりなんですけれども、また新しいの出るのかな、そのうちね。いやもう最近はまだスタート、やっとね年明けでねあやねちゃんとやったんですけど、あやねちゃんとねプレイしたんですよ、まず年明け一発目は。そしたら結構ねやっぱルールをね覚えきれてなかったですね、年末ぶりだったんで。うん、なのでちゃんとね覚えたいとこではありますね。はい、じゃあ早速開けていこうと思うんですけども、なんかやってた、次のやってた、マジ全然追いついてないんですけどその辺の事情やっていきたいと思います。今回24パックあるので、あ、これ一番後ろにドンがあるやつじゃない、ドン、おお。では行きましょう、じゃん、ベロミードンカード、お、はいはい、ハクション、ほうほうほう、イノアラシ、ヒョウゴロウヤブン、お、3じゃん、おお、ゾロだ、最高、素晴らしい、シンプルにいいカードですね。5000もあって、結構3で出せるのはありがたいですね、コスト3、しかも速攻使えるんですよ、いいですね、いいカードだと思います。意外と難しいんですよね、結構マジ脳トレゲームすぎて、やっぱし頭すごい使うな、ドン、戦略持って、そう意外とね大事なんですよ、ピース、うまみちゃん、つる、おつるさん、キャロッツ、ハンコック、ハンコックすごい、いつもと違う感じ、あ、ブロッカーなんだ、めっちゃブロッカーっぽいわ。しかもルフィの時に出したいけど、まああんまりないのかな、これ桜花七部会とクジャ海賊団のみだ。相手のアタックの後このカードをレッスン、あ、だブロ、普通にブロッカーだ、ドン1枚出したら自分の手札5枚以下の場合ガードを1枚引く、おーおーおーおお、いい感じな気がします。ドンカードって必要なの、実は必要ですね、毎ゲーム10枚は必要なので、なくなるとかないので別に10枚あればいいカードなんですけど、ドン、私はドンカード配れるぐらいは持ってますね簡単に言うと、うー、ポジスト、キャーン、おー、久しぶりに会った忍、てん、あ、なんかキラキラだ、じゃーん、おー、ヤマトです、わ、かっけー、ヤマト持ってたかな、これなんか強そうですよね、強そうですちょっとバニッシュって初めて聞くんだけど、何、このカードがダメージを与えた場合トリガーを発動せずそのカードはトラッシュに置かれる、なるほどね、多分強いかも急に分かんないと多分強いかもっていう言い方になるんですけど、ちょっとねルール結構多いんですよね、ドン、いきます、お、さっきぶりじゃんって、マルコー、でん、おっしゃ、ちょっとからのブロックワークス、なんかすごいすごいね、闇の組織急に現る、はい、じゃーん、お、のみさん、おー、なるほどね、めちゃくちゃいいですね、のみさん、では次いきます、危ない危ないドン、でん、アップ、
ペンギン走れペンギン、キャロットブルック、ヨホホホホ、キャーローさん私のペンライトカラーのローさんが出ましたすごい、これ赤と緑のカードが使えるっていうカードなんですけど、やばいですね、たまらないですね、かっこいい、じゃーん、おー、デンジローだ、デンジロー強っ、7000じゃん、すごくない？ドン1入れたら自分のリーダーがコウスケおでんの場合、自分のドン2枚までをアクティブにする、自分のドン2枚までをアクティブにする、あ、戻せるってことか、なるほど、ん、なるほど、ん、合ってるおでんデッキ強そうっすね、多分コウスケおでん、どう、じゃーん、クリック、あ、シャチも出た、相方、あ、バルトロメオ、じゃーん、ペローナからのミンゴ、ミンゴです、ミンゴね、ペローナかわいい、素晴らしい、かわいいカードがいいですね、あ、これ違う系のドンだ、わー、かわいい、初期ルフィ、かわいい、初期ルフィドン、いきまーす、オシャエージェント、おーおー、マルコドン佐々木、じゃーん、わ、ルフィの技ですね、はいはい、自分のキャラ、自分のリーダーがキャラ1枚までにこのバトル中プラス4000、強すぎる、やっぱこれやばいね、トリガー効果やばい、相手のリーダーがキャラ1枚までをこの単中パワー1万マイナス、多分やばいよそれ、ほぼ勝てそう、勝てそうな感じしないそれ、わかんないけど、ドン、自慢もね、そんなもんねんじゃん、カッパ、あ、何、あ、京志郎か、すごい、写真全然分かんなかった、ブックー、ヨホホホホ、おーおおクマ、ブロッカーなんだクマ、ブロッカーなんだねクマ、あんたってやつは、次いきます、ドン、じゃーん、クリーク、おお、さっきも出たシャチ、でんじゃん、大きく、大きくが最後でした、おお、キック、ドン1をつけて、あ、コスト1をレストにするすぐ攻撃できるやん、そしたら、なるほど、そういうカード大事だよね、意外とね、そんなめちゃくちゃね、むずいのよ、どうやって勝っていくのかね、本気の試合見てみたいけどね、理解が追いつかないと思うんだよね、一個一個止めてみないとね、今んとこまだね、ルール分かってきてるんですけどね、やっぱ難しいんだよね、最後まで、3、じゃーん、ジンベエだ、かっこいい、コスト3以下のキャラ1枚までを持ち主のデッキの下に置く3以下か、まあでも結構いいカードをね下に置きゃいいんですからね、ドン、いきます、ペレン、ペンギン、めっちゃいい割合で出てくるな、うわー、2年後にシャブニーショトへ、これいいシーンですね、これ最近見たから、これちょうどキャーからのすごくない、これこの連番ありがたいですね、この素晴らしい
仲間がいるよっていう状況です。これとてもいい順番です。そして最後がウルティ。ウルティね、戻っといてもらいましょう。この絵面が一番いいような気がしています。嬉しい、最高です。まだまだ開けます。ピリピリに破いてる。はい、ドン、じゃーん、ペロミン、くだるね、グルクチュー、ペローのかわいい、うわ、スマイル、じゃめっちゃ光ってるやん、クイーン、すごい、クイーン、速攻、マジか、速攻得られるんだ、クイーン、いやクイーン結構強かったっけ、強かったっけ、強かったよね、ねえ、ドン、じゃーん、おお、じゃん、じゃん、じゃん、そしてドレーク、おお、おいいですね、いい感じですね。まだまだ開けていきます。ドン、じゃん、キャベツ、じゃん、かわいい小紫、じゃん、一切れじっと、お、ロビン、ロビンが出た。相手のパワー3000以下のキャラ1枚まで KO する、お強、こういうゼロのキャラってどういうのがある、何なんだろうと思って気になって読みますけど、コストエリアのドンを指定の数レストインできるっていうのは3コスト必要ってことか。自分のリーダーが攻撃を出の場合、自分のコスト3以下の特徴をワノ国を持つキャラ1枚アクティブにする。なるほどね、そういう役割ね、役割としてのってことか。うーん、まだ開けます。ドン、じゃーん、スピード、犬嵐、バルトロメオ、ゴードン、やば、映画、おお、来た、おでん、すごいリーダーカードめっちゃ入ってない今回、そういうカードなのか、めちゃめちゃ入ってるような気がするぞ。あーあー、ドン、じゃん、スマイリーアクション、つるさんからの、お、あれか、じゃん、月光モリア、月光モリアだっけ、月光モリアのあのがリーダーのやつってめちゃくちゃすごいんだよね。なんかトラッシュのカードめちゃくちゃ使うみたいな。ドン、そう、ヨーグロ、この辺がもう懐かしいに入っちゃうもんね、最初の頃のが、じゃん、おたまちゃん、じゃーん、ジャック、おです。こんな感じ。あー、でもなんかもう減ってきました、だいぶ。ドン、でーん、ハイルディン、うわー、パンジュール久しぶりに見た、ベルゴ、お、なんか渋めん、アップ、なんじゃこりゃ、でん、お、うたちゃん、すげえ、自分のトラッシュの歌以外のコスト3以下のアクキャラ
カード1枚までを手札に加える。すげえいい気がする。それってね、じゃあいきます。ドン、じゃーん、ベルゴ。めっちゃ再放送、急に。おお、すごい再放送。おお、しのぶ。でんでん、ニカルビーン。じゃあ、おお、サンジ君。このパターン見たことあるかな。サンジ君だ。あんまサンジ君で出した記憶ないんだけど、カードで。そんなことない。ドン。ルフィに反応しすぎてルフィしかも記憶にうわー、カリブー、アルビだ。うー、ボンちゃん。うわ、ミンゴ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 。おー、モモノスケ。なんか強いのか。すごそう、これは強そうですね。なるほど、残り5パックとなってしまいました。早いですね。ドン、見ていきましょう。おじゃん、おおおもちゃ、おおミキンス。うわー、雷鳴波形、これも強そう。前も出してるけど、プラス4000スタイルなんだね、この辺のね。強いカードは、イベントカードはね、基本強そうなのはプラス4000って書いてあるような傾向があります。ドン、きます。じゃん、うわベベン、お待ちよ、ワシリスター。この先からのシーザークラブン。おお、自分のデッキからスマイリー1枚までを登場させデッキをシャッフルする。なるほどね。おお、面白いですね。面白いっす。まだまだ開けていきます。もう開け、もう少し終わります。ドン、じゃーん、モンネね。はいはいはい、マムシ入る。嘘、ふう、え、見たことある、これ。じゃーん、お、ドレーク、さっきも来たよね、ドレーク。多いですね、ドレーク。じゃあ、一応ラストになります。ドン、いけまーす。じゃん、締めは何が来るのかな。おいおい、カンジロー、おい、キャベツ、ジンベエからのねん。うわー、クロコダイルだ。でも強そう、クロコダイルだ。ルフィじゃないけども強そう。バニッシュって何。このカードがダメージを与えた場合、トリガーを発動する。そのカードをトラッシュに置かれる。もう決まってトラッシュに置かれるの、すごい。で、なんか最後僕複数購入特典パックみたいなのがあるので、これも開けてみます。じゃん、お、犬嵐です。かっこいい。犬嵐のなんかイラスト版が違う感じですね。ちょっとラメラメしい感じで、すごーい。っていう感じでたくさん開けさせていただきました。ありがとうございます。すごい楽しかった。今日もとても楽しかったですね。新作も開けたいところなんですけど、楽しみはね取っときましょう。かっこいいね、改めて。うん、かっこいい。ちょっとじゃあ今日はカード開封はこれで終わりたいと思います。もう1時間ぐらい配信してるのかな、私わかんない。時間の経過が、体感は1時間くらいになったんじゃないでしょうかね。いっぱい喋ったいっぱい喋りました。
ありがとうございます。おすげえ、1時間6分だって、すごい、体感合ってるすごくない？別に時計とか本当に見てないんですよ。マジすごっ、マジマジマジ、私の体感すげえ。こんぐらい喋って1時間かなって今なんとなーく、あ、もう10時、え、もう11時ぐらいってこと？本当に？え、本当に？え、マジ？あれ、そんな遅くなった？じゃあそろそろ終わろうかなと思います。あら、あ、結構遅くなっちゃった。ちょっと早めに終わろうと思ってたのに、いっぱい喋っちゃったねってことで、あっという間なんですけれども、そろそろ配信終わろうと思います。あと10分くらいで11時だよって。マジか、まあ、もう11時ぐらいになってるのね。ちょっと始めた時間すらもあんまり分かんなかったんですけど、1時間はざっくり喋ったかなっていうノリで。あら、そうなんですね。あっという間なんですけどね。ちょっと今日はよく喋ったのでね、また、はい、また配信したいと思います。はい、今日もありがとうございました。とりあえずランキングを読ませていただきます。13位エビちゃん、12位レッドブル、 KTM、 ドラッグハウス8、アットマーク大混乱の2024、ありがとう。11位ユー、アットマーク27日当たれば初めての劇場はデビューしてほしい。10位アイ、アットマーク誕生日です、ありがとうって、おめでとうおめおめおめだよ。9位香港の春馬、ありがとうございます。8位ナッチ、アットマーク今日の写真カホにします、やったね、カホにしてね。7位笑顔になるならヤマピョン、アットマーク実は先週誕生日でした、おめでとう、1月生まれ多い。6位鈴の音さん、ありがとうございます。5位ウンジン、アットマークなるに会った日はワンピ1話ずつ見る、ええ5話くらい見て1話見てくれるのやばいじゃん、めっちゃ会おうじゃん、もう それしかない4位サイバートマーク、韓国の髪型にしてみません、しませんありがとう、なんで3位パンアットマーク、2週間ぶりのワンピタイム、配信のおかげで起きてる、お、よかった、そう、また1時間後にあの今週のワンピ更新されますね、私も読みます絶対に。2位ケンケンアットマーク、僕はなるみに会いたいな素直に言ってくれてるやん、ありがとうケンケン1位はじめアットマーク、なるみちゃん、読みづらそう、読みづらそうやん、無理しないでなるちゃんでもなるでもなんでもいいんだよ本当に今日の雑談は本当に特に雑な配信で、はい、すごく楽しい時間になりました。今日も聞いていただいた皆さんありがとうございます。ちょっとぶりの配信だったからかな、まあ、全然喋ることもっともっとあると思うんですけども、今日はこの辺で終わりたいと思います。改めてね、今日の出来事で言うと、あのファンミーティングがありましてね、全国ファンミーティング、今日で本当あの62枚目はね最後だったということでね、仙台、札幌、大阪、東京ですかね、ね、たくさん会いに来ていただいて、会いに来て毎回来たよって方ももちろんですし、あとはやっぱりね、そのなんだろう、地方の皆さんにも会えたりとか、すごく楽しかったですね。やっぱりこういうなんか全国ファンミーティングっていう形だったけど、前は全国握手会っていう形でよく会えたんですけどね、ちょっとはあの形は違うけど、でもこのライブとセットな感じはね楽しくて、はい、スーショット会にもなりましたし、毎回楽しくて、はい、美味しいものも食べれましたし皆さんに会えましたし、すごく楽しかったので、来ね、次のシングルもあるのかな、
あったらいいな、あってくれ、あるのかね、ちょっとわかんない、あるんですよね、あるんですかあると思うんですけど、あったらいいなって思いながら、はい、ねえ、またね、いろんなところに会いに行きたいですね。いや今日本当に寒かったんでね、寒い中来てくださって、って言ってもあれですよ、あの札幌もすごい寒かったしね、この時期は基本的に寒い時期だったので、なんかね今日はね割とすぐその一押しお話し会みたいなやつか握手会かが私すぐ始まったからよかったけど、結構ね北海道とか寒い中待ちましたって、大阪も結構待たせちゃったりとかね、結構待ってくださって、そうそうそう本当にみんな寒い中会いに来てくれたり、いっぱい交流できてすごく楽しかったので、はい、またそういう機会がありましたらよろしくお願いします。ということで全国ファミも改めてありがとうございましたという、そしてワンピース最高、かき氷も最高、好きな食べ物って最高っていうことでいっぱいお話できて今日も楽しかったです。皆さん最後までありがとうございました。ではまたね、バイバイ、おやすみ、バイバイ。